ヒッッップププホで克服したコンプレックスって何かかありますかえもともと、ね、僕はなんかコンプレックスが武器になるとか二次元は嘘つかないとかそれにはなんか意味があってそのなんかよく「アニメ好きがコンプレックスって意味わからへんけ?」みたいな言われるんですけどアニメ好きがコンプレックスなんじゃなくて自分はもともとオタクってものがコンプレックスで例えばオタクってだけでまだダサいっていう偏見に見られたり。 オタクっっててだけでもう友達の方から外されるっていうまあ過去とかがあってオタクは隠さなきゃいけないもんなのかって思っててでそあのラップとかもななんならなおさらオタクってだけでもうバトル負けんじゃないのかってなってオタクっていうのはずっと隠してたんですけどもうさ最後のラストでそもそもヒップホップってなんか自我の尊重やからなんか言いたいこと言えてない時点で全然なんかヒップホップじゃないなみたいな思って。 まあヒップホップじゃないって言われても言いたいことを言うっていうのがヒップホップやと俺は思ってるんでもうアニメオタクとして生まれ変わりました。